1988年カルガリーオリンピックは、1988年2月13日から2月28日まで、カナダのカルガリーで行われた冬季オリンピック。なお、全大会まで冬季オリンピックの開催期間は12日間で、あったが、本大会より夏季オリンピックと同様に4日間延長の合計16日間で開催されることとなった。 カルガリーオリンピックの開催は1981年9月30日に西ドイツのバーデン・バーデンで開かれた第84回国際オリンピック委員会総会で決定された。スキージャンプではフィンランドのマッチ日課年が大活躍、個人戦の70メートル級、90メートル級だけでなく団体戦もフィンランドチームで金メダルを獲得してジャンプでは 史上唯一の三冠に輝いた。さらにこの大会では、個人2種目とも再会に終わったが、ジャンプ選手のほとんどいないイギリスから参加したマイケル・エドワーズが注目を集めた。冬季オリンピック史上初めて、スピードスケート競技が屋内で開催された大会でも、ある。屋内での開催となったことで、風や気温変動による氷の状態の変化などに左右され、憎くなったこと。 また構造上直線部分が増えたこともあり高記録が続出した。またボブスレー競技4人のいるに国内に競技施設を持たず、雪も降らない、中米のジャマイカチームが初参加しこのエピソードから、映画、クールランニングが制作された。フィギュアスケートにおいて、日本の伊藤緑が、当時の女子で最高難易度レベルのジャンプを連発し、地元メディアに、フライングウーマンと紹介され、 一躍人気を集めた。伊藤は決勝では5位に終わったが多くのファンからの要望でエキシビションに登場した。メダリストを差し置いて鳥を飾ったという逸話がある。1976年のモントリオールオリンピック同様、カナダの選手は金メダルを獲得していない上自国開催で夏季冬季ともに金メダルを取れなかった最初の国となった。なお、カナダの選手が 自国開催のオリンピックで金メダルを獲得するのは2010年、バンクーバーオリンピックまで22年待つこととなる。開会宣言は、モントリオール大会とは異なり、エリザベス2世ではなく、ジャンヌ・ソウベ総督が行っていた。ソ連が参加した最後の冬季オリンピックでもあった、金メダル、銀メダル、銅メダル、ペアの白マをモチーフにした、ハイデイハウデイウィンター・ゲームズ。 デビット・フォスター、モーターランドニア・松島ハーフマラソンなど、現在でもテレビ番組などのテーマ曲に使われることが多い。アメリカはカリフォルニアのパサデナで行われるローズパレードで国際的に一躍有名になったマーチングバンドの京都立花高校吹奏楽部がステージドリルでの定番曲としても有名。オーストリアのチームドクターが雪上車に惹かれて死亡した。ありがとうございます。